あのチャリ旅シリーズが早くもバック。今回は山陰地方のチャリ旅です。さて、私は鳥取のブックオフにやってまいりました。天気はあいにくの雨模様です。ここハードオフで今回の旅のパートナーを見つけたいと思います。今回の旅のパートナーの自転車が決まりました。コストは1万円です。本日鳥取から松江まで移動します。雨の日の移動も慣れたものです。しっかりとカッパを着込み、中は蒸し暑いですが、なんとか持ちこたえてゆっくりゆっくり慎重に進みたいと思います。もちろんエネルギーの補給は各地の道の駅で大変お世話になりました。トンネルといえば、昔家族でドライブ中に、トンネルの通過中は息を止めて吹き出したら負けというゲームをやっていたことを思い出しました。しばらく走り続けたのと、雨がなかなか強かったりしたので、こちらで一旦ランチを食したいと思います。栄養のバランスがよく美味でした。さて、エネルギー補充も終わり、雨宿りをしたのち、また走り出さねばなりません。東から西へ進みます。雨で滑って転ばないように、ゆっくりゆっくりブレーキを時折織り交ぜながらアクセルを漕ぎ続けます。天気は相変わらず雨が強くなったり、はたまた弱くなったりを繰り返しながら、まるで試練の道を進んでいるように感じます。ここで日本海を見たく岸に出てまいりました。波の様子から本日の荒れ模様がご覧になられると存じます。風が強く、漕いでもなかなか前に進みません。日本海といえばやはり注目の的は魚介です。さまざまな鮮度の高い魚介が道の駅で販売されておりました。横に有名な飲食店があるらしく、そこで昼ご飯を食べることにいたしました。日本海を食べに来てごしなれということで、早速誘われておりますので、のれんをくぐって海鮮類を食したいと思います。本日の風で髪の毛が暴走しております。ここで食したモサエビとイカの丼は美味です。午前中の悪天候はいずこやら、天気が回復し、まるで太陽に向かって進んでいるようです。
本日の目的地は島根です。食欲を満たし、このような景色のもと自転車を漕げるというこの現状、格別そのものです。少しずつゆっくりゆっくりと、太陽は確実に山陰の大地に身を潜めつつございます。風力発電もはるか彼方より、私の旅チャリを見守ってくれてるような気持ちがやみません。風力発電とは北海道でも縁がある発電です。まだ目的地には全くついておりませんが、エネルギーの補充をしたいと思います。やはりタンパク質が必要です。本日の目的地松江に到着いたしました。午前中に全く逆風で進むことができず、時間をかなり要してしまいました。すぐ寝床に入り、明日に備えようといたします。明日はいよいよ町に立った出雲大社です。2日目は松江から浜田までストリートピアノがありました。小鳥のさえずりがちょうどピアノの音のメロディーと重なって、見事なコラボレーションを生み出しました。弾いていてとても気持ちがいい鳥のさえずりでした。本日の予定では、お昼前に出雲大社に行き、お参りをして出雲の国を楽しんだ後、浜田という地名のところに向かって東から西へとことん進む次第でございます。山陰地方の午前中は西から東に風が果てしなく強く、全く進みませんでした。しかしようやく出雲大社に、念願の出雲大社に到着となりました。ゆっくりゆっくり進みながら、これが有名な出雲大社かということで、くまなく目を光らせながらゆっくり進んでいきます。この神社は間違いなく明治神宮、伊勢神宮に並ぶ大変偉大で荘厳な神社の一つということがひしひしと伝わってまいりました。この神社をどう言葉で伝えようかしばし考えたところ、形容する言葉はこの世の言葉では見つかりませんでした。お昼過ぎにランチを食しましたギミです。さて、ランチを食した後はさらに西へ進まなければなりません。午後からは風がやんでほしいと切に願うばかりです。午前中は風でほとんど進みませんでした。出雲大社が風で
守られているのでしょうか。神秘的な神社でした。出雲大社には立派な鳥居がさまざまなバリエーションで建立されておりました。出雲大社を後にして旅はまだ続いていきます。この日は昨日と比べて天気がとても良く、気温もちょうどいい感じでした。道の駅キララに来ました。ここからの眺望は海がとても綺麗で、風はやはり強いままでしたが、記憶の中のメモリーに刻まれました。ここでソフトクリームとたこ焼きを食します。おやつでエネルギー補充をしたところで、あとは浜田まで急ぐのみです。日は完全に落ちきり、暗黒の中進むのみとなりました。山陰地方は本当に風が強く、浜田に着くのは深夜頃になりそうです。ようやく浜田に着きました。顔が疲労困憊です。時刻はおよそ真夜中の12時前後でした。とりあえず寝て明日に備えなければ。山陰の過酷な道で自転車を漕ぐことはできません。おやすみなさい。